京都立花高等学校吹奏楽部これまで失敗したことがないわけではない。こちらも6年連続全国大会に出場できなかった方、その期間彼らが何もしなかったわけではない。しかしこの時は教えなくても徐々に形になっていくメンバーの自制心を向上させる、そして自立性干渉しないように最善を尽くしてください。学生も学生に教えることができる、お互いを引き出し合う、やっとついに最強チームになった。本当に言いたい、栽培可能個人の自制習慣、成長の好循環を生み出す。これにより魔法の効果、みんなが輝けるようにで完全に実証されました。京都立花公園にて停滞期を打破できる理由、完全に依存します。オレンジデビルの努力、オレンジの悪魔は強い力を持っています。うぬぼれと負けを認めたくない、それは自分の能力に頼るという気持ち、私たちも言うことができます。彼らのマーチングバンド、熱意と積極性、自精神は不滅です。出会うのは運命だ。チャンネル登録へようこそ。見てくれてありがとう。